チェイソン・ギン・シュリーブはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。愛称はシュライバー。2010年の MLB ドラフトでアトランタ・ブレーブスから11巡目指名されプロ入り。契約後、参加のアパラーチアンリーグのルーキー級ダンビル・ブレーブスでプロデビュー。 8試合に登板して2勝0敗1セーブ、防御率2.25、20奪三振を記録した。2011年は A 級ロームブレーブスで34試合に登板して5勝6敗、4セーブ、防御率3.86、68奪三振を記録した。2012年は A 級リンチバーグヒルキャッツと AA 級ミシシッピブレーブスでプレー。 AA 級ミシシッピでは11試合に登板して2勝1敗、防御率3.93、16奪三振を記録した。2013年も AA 級リンチバーグと AA 級ミシシッピでプレー。AA 級ミシシッピでは36試合に登板して3勝1敗、防御率4.43、28奪三振を記録した。2014年は、 a 久ミシシッピで開幕を迎え、36試合に登板して3勝2敗7セーブ、防御率2.48、76奪三振のを記録した。7月19日にブレイブスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。1点ビハインドの7回西から登板し、0.2回を1アンダム失点1奪三振に抑えた。 この年メジャーではリリーフとして15試合に登板して、防御率0.73、15奪三振を記録した。ニューヨークヤンキース時代2015年1月1日に、マニー・バヌエロスとのトレードで、デビッド・カーペンターと共にニューヨークヤンキースへ移籍した。ヤンキースでは、リリーフ陣の一角として59試合でマウンドに上り、6勝2敗、防御率3.09という成績を記録した。 また、2年連続で投球イニング数を上回る、三振を奪い、三振を取る能力の高さを見せた。一方、58.1イニングで10本塁打を喰らい、非本塁打の頻度は高めだった。2016年は37試合33.0イニングに、リリーフで投げ、33個の三振を奪って、メジャーデビューから3年連続で9.0以上の、脱三振率をマーク。また、 メジャー初セーブも上げたが、防御率は5.18まで悪化した。2017年は44試合に登板し、4勝1敗、防御率3.77と、前年から成績を、ある程度改善させた。また、脱三振率は11.5と、自己最高を記録した。2018年7月29日に、ルーク・ボイト及びインターナショナルボーナスプールとのトレードで、 ジオバニーカ・ガジェゴスと共にセントルイス・カージナルスへ移籍した。2019年3月22日にリーフとなり、27日にマイナー契約で参加のトリプル a 級メンフィス、レッドバーズへ配属された。7月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月23日にリーフとなり、27日にマイナー契約で トリプル A 級メンフィスへ配属された。9月30日に FA となった。2019年12月3日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 2021年2月7日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。シーズンでは5月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。